だから本人確認なしでこの郵送投票っていうのは、うん、まあ、できるケースもあるので、そうですね、だからそういう意味では、うん、非常に、まあ、風政選挙っていうか、うん、まあ、ザルな制度だよねっていう、はい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 、ネット献金は好きなサッカーチームとか好きな野球チームに応援するのと同じような感じなんですよ。だから自分がいいと思ってるその発言をしたりするとすっごい集まったりとか、はい、でね、過激な発言をすればするほど集まるんですよ、ネット献金は。だから、はい、さあ始まりました選挙ドットコムチャンネル、 MC を務めます選挙ドットコム編集部の伊藤ゆかりです。本日は引き続き国際政治アナリストの渡瀬裕也さんにお越しいただきました。渡瀬さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは2本目のテーマはこちらになります、うん、はい、アメリカ大統領選、日本とこんなに違うということで、うん、アメリカ大統領選挙の、はい、は日本の選挙制度と大きく違いがあります、うん、ということで今回は、はい、まあ、基礎講座的なところで、そうですね、今回教養番組という、はい、教養番組で1本目取って変わりまして、はいはい、そのトーンでお願いいたします。はい、はい、それではまずこちらの疑問からです。はい、選挙人って何ということなんですが、うん、こちら、まずですね、うん、まあ、基礎的なところからご紹介すると、はい、有権者は選挙人と呼ばれる538人を州ごとに選んでいます、うんうん、そして、そのまあ州ごとに選挙人の投票数によって、票を候補者が総取りすると、うん、多い方の候補が総取りするという仕組みになっているんですが、うん、そもそも選挙人って日本にないので、まあ、どういう仕組みなのかなというところなんですけど、まあ簡単に言うとですね、ポイントだと思ってもらえばいいんですよ。ポイント、各州ごとにそのここの州を落としたら何ポイント入りますみたいなね、はい、例えばペンシルベニア州を落としたら19ポイントだぜみたいな、はい、そういうポイントの取り合いがこの選挙人制度だっていうふうに、はい、まあ、思ってもらえばいいかなというふうに思いますね、うん、で、まあ、全部総取りって話してましたけど、はい、メイン州とネブラスカ州ってとこ違うんです。あ、違うですね、失礼しました、2、ね、はい、州違うんですね。 はい、そこはどういう、そこはね、はい、微妙に選挙制度が違って、州がの中で分かれてたりするんですよ。だからやっぱりね、そういう歴史的なその産物っていうか、この選挙人制度っていうもの、はい、そのものがですね、アメリカがその出来上がって過程の中で、各州に、まあ、こんぐらいかなっていうようなのを、うん、まあ、人口構成とか見ながら今も変えてるんですけども、はい、そういうポイントを割り振って、各州が納得できるような感じでやるっていうようなのが、まあ、この選挙人制度ってやつですかね。はい、今納得できる感じってちょっとこうふわっとした感じでおっしゃいましたけど、うん、あんまりカチッとした制度というよりは、うん、まあ、人口構成とか、まあ、見直すんですよ、たまに。はい、そうです、はい、それ日本の、まあ、一票の格差みたいな話と同じような感じ。あ、まあ、そうそうですね、はい、まあ、って言っても、まあ、偏ってるというか、はいはいはい、全体のね、その例えば全米投票数の勝敗とこの選挙人の割り振られたポイントの、うん、勝敗っていうのが違う時もありますね。あ、やっぱりそうなんですよ。だからそうすると、はい、なんていうか、ね、その全米投票数は多いので選挙人ポイントで負けた人とかは、うん、いや、こんな制度やめて、全米投票でやった方がいいんじゃないですかとかいう話を、はい、まあ、負けた方は言うっていうね、はい、そういうの、はい、ご都合主義的な話の制度でもあるんですよね、これね。はい、でもそうすると、そもそもどうして選挙人っていうものにしているですかね、うん、まあ、それは、なんて言ったらいいんですかね、そのアメリカの歴史の中でいくと、うん、単純な総得票の話じゃなくて、まあ、州が合衆してできてる国なんで、合衆国ですね。そうだから、その、はいはい、まあね、州の字が、ね、民衆の州になってるから、まあ、州が合衆してできたっていうとちょっと語弊があるんですけど、プロセスとしては。でもそういうコンセプトで出来上がってる国なので、だから各州に単純な人口構成でいったらね、全然少ない州とかあったりするわけですよ、うん、はい、そういうところにもちゃんとポイント割り振るっていう、まあ、そういう考え方に基づいてるんだと思いますね。はい、でもその傾向を捉える上では、うん、まあ、そんなに乖離しないもんなんですか。まあ、あまり乖離はしないと思うんですけど、まあ、乖離するときはさっきみたいに、それで負けちゃった方が、はい、この制度おかしいって言うっていう、はい、そういう感じ。はい、やっぱりそれって人口がそもそも多いからっていう日本との違いで言ったら、そういうところもあるんですかね。うん、いや、まあ、国の成り立ちの違いですかね。はい、だと思いますね。うんうん、まあ、日本はね、そういうの全く関係なく一票の格差があって、ね、よく分かんないことになってるんですよね。そうなんですよね、うん、日々ね、改正してるんですけど、はい、日本はね、単純に行政区分かれてるからみたいなね、はい、すっごいなんか意味分かんない理由でその一票の格差が存在したりするので、はい、はい、
そうですね、なかなか抜本的な改善が別にね、あれですよ、日本の一票の格差って、はい、地方の方が有利になってってよく言うじゃないですか、東京とか少なくて、はい、そんなことなくって、うん、地方でもね、一票の格差、ね、ですごい権利制約されてるところがあるんですよ、うん、だから実はね、日本の一票の格差は何にも関係ありません、合理的な理由ないから、あれなるほどまあそんなね、ちょっと打足の話なんですけど、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、結局なんか激戦州の結果で、はい、決まっちゃうみたいな感じになっちゃってるじゃないですか、うん、毎回、うん、はい、なんかそのシステムでいいのかなとかちょっとふわっと思っちゃうんですけど、ああ、まあね、アメリカ人もどうかと思ってると思いますどうかと思ってると思うんだけど、いやね、激戦州の結果で決まるっていうのはですね、ここ最近のことなんですね。だから結構その何て言うんですかね、昔は大幅にそのね、取れる州が動いたりとかしてたんですよ。だからそういう意味で、要はアメリカの分断っていうのが先鋭化してきたから、その接戦州の意味合いっていうのがかなり増えてるし、接戦州の数も減ってるんですよ。要は この州はもうこっち側みたいな話になっちゃってるので、接戦州の数自体が減ってるんですよ。例えば、オハイオ州とかフロリダ州っていうのはちょっと前まで接戦州だったんですけど、もう今となっては共和党州だから、まあ、徐々に共和党州の数が増えてて、民主党州の数っていうか、民主党が勝てるかもしれない接戦州が減ってきてるっていうのは今の現状ですかね。はい、裏を返せば今後またそれも変わる可能性はあるっていうことですか、ね、まあ、あるかもしれないですけど、僕は基本的に、ね、共和党に有利になっていくんじゃないかなと思って見てるんですね。なんですか、はい、それはね、アメリカの、なんていうんですかね、保守派の人たちの住んでる人口の分布とかの構成とか、まあ、そういうのが結構影響してて、で民主党側がもし何か勝てる、今後勝つとしたら、リベラルな、カリフォルニアとか、そうですね、ニューヨークとかに住んでるような人っていうのがテキサスみたいな共和党の代表殿にどん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 引っ越してきて、でそれでテキサスの街がすごいリベラルになっちゃって、それが選挙戦を左右するって話になれば、はい、今は共和党にとってはテキサスはね、基地みたいなもんですけど、そこがひっくり返っちゃうとか話になると状況は変わるかなって思いますけど、まあそれはなかなかね、先の話でしょうと思って見てます、はい、はい、ありがとうございます、はい、そして2問目こちらです、郵送投票って何ということです、はいはい、日本でもまあ郵便投票っていうのがありまして、ただこちらは重い障害を持つ方ですとか、まあ、介護を受けている方、まあ、重度の介護ですねの方に限定されている制度なんですが、はい、結構アメリカだと一般的に使われている、そうですね、はい、そうです、はい、これどう、まあ、そもそも郵送すればいいんですよってことですね、はい、家に投票した時に郵送するっていう、はいはい、これはだからどなたでもそれができるっていう理解で大丈夫ですか、うん、まあ、そうですね、州のルールに基づいて、はい、公職選挙法50州ずつ違うので、それに基づいてやれるっていう感じなんですけど、うん、まあ、このね、郵送投票する人っていうのは要はすっごい地方に住んでる人とか、はいはい、まあ、もしくはもう投票行くのめんどくせえよみたいな、はいはい、人たちがいて、はい、で、まあ、その人たち用っていうことですかね、基本はね、うん、そうですよね、アメリカって広いですから、うん、単純にね、投票所が歩いてすぐあるっていうわけでもないわけですね、うん、ね、ただこの郵送投票って結構問題で、はい、まあね、前回2020年かなり問題になったので、郵送投票の数え始める時期とかちょっと早まって、はい、それで今回は改善されて、はい、かなりね、結果早く出てるようになってはいるんですけど、うん、まあ要は州ごとにね、はい、選挙を締め切った後にいついつまでに届いた郵送投票は有効とかあったりするんですよ。だから本当に激戦で接戦になったりすると、はい、なんか終わった後に、票がどんどん増えていったりとか、投票日が、はい、片方のね、で郵送投票する人っていうのは民主党の支持者が多いんですね、なので、すごい不正っぽく見えるみたいなね、そうですね、一気に民主党持ってくると郵送投票の問題なんですよ。で実際問題ね、この郵送投票ってあれです、僕はね、すごい問題あると思ってて、はい、僕 のワシントン DC に住んでる日本人の知り合いのところにですね、はい、投票用紙が届いてるんですよ、はい、前の人ので、届いてて、はい、でそれで、そこに封筒にサインして、で中の投票用紙にサインして送ると、うん、その人が投票したってことになっちゃうんですね。でそのサインが一緒かってだけなので、はいはいはい、だから本人確認なしでこの郵送投票っていうのは、うん、まあ、できるケースもあるの で、 そうですね、だからそういう意味では、うん、非常に、まあ、不正選挙っていうか、うん、まあ、ザルな制度だよねっていうのは、まあ、この郵送投票については思いますよね、うん、はい、まあ、疑念を呼び起こしやすい余地がありますよね。余地があります、ね、はい、
で家にね、あ、じゃあその届くじゃないですか、届いて、じゃあどっかの運動員の人が、うん、すいません郵送投票届いてますよねって、じゃあ今から僕と一緒に書きましょうかとか言えちゃったりもするもんね、これ。そう言えますよね。ね、そういうのを投票収穫っていうんですけど、アメリカだと、まあ、そういう用語があるぐらいなんですよ。で、それがね、合法な州と違法な州があったりとか。合法な州もあるんですか、逆に言うと。そういうので分かれてたりするので、はい、この郵送投票っていうのはすごく、まあ、揉める原因でもあります。はい。それ認められる理由っていうのは、うん、まあ、その促されたとはいえ本人の意思だから、いや、もうね、代わりに投票しててあげるよぐらいの勢いです。そうなんですか、はい、全然違いますね。そう、全然違うんですよ。だから日本人と同じ感覚でアメリカの選挙見ちゃいけないっていう、はい、うん、はい、うん、なるほど。アメリカではまだ、ネット投票は ないですね、はい。これ今後どうですか、導入されそうな動きとかってありますか。ネット投票は、まあ、導入されていく動きっていうのはあると思うんですけど、うん、でもね、アメリカの選挙ってそれ以前の状態なんで、なんかお話聞いてるとそんな感じが。まずね、有権者登録っていうのを、はい、しないとその投票権もらえないんですね、うん、まあ、だから全然関心ねえわっていう人はそもそも登録してないから、うん、投票権ないんですけども、はい、そのじゃあ有権者登録をするのに国民の ID がなきゃいけない州と運転免許証でいい州とか分かれたりするんですよ。で、運転免許証でいいっていうのは別にアメリカ国民じゃなくてもできちゃうから、はい、そうですよね。だからそういうね、より原始的な段階のことから戦ってるっていうのがアメリカ、はい、っていうことですね。だから共和党州はだいたいその ID ね、やんなきゃいけないって話なんだけど、民主党州は、はい、運転免許でいいよみたいなね、そういう話なんですよ。そのなんでかって ID 発行するのに金がかかるから、それはね、貧困者差別だみたいな人ことを民主党は言うんですけど、うんうん、でも共和党の人たちにしてみたら、その誰だか分かんないやつに投票権与えてどうなのみたいなね、そういうような、まあ、そういうレベル感の戦いをしてる国なんで、ネット投票、うん、まあいいけどみたいなね、はい、そのまあ、ちょっと思いますよね。日本の方がまだ導入できる可能性あるんじゃないですかと思いますよ。そうか、うん、はい、いやいや、ありがとうございます。はい、そして3つ目がこちらです。お金がかかりすぎじゃないということで、はい、ですね、ある分析機関によると、まあ、選挙票の合計少なくとも日本円でいうと2兆4千億に上ると、はい、うん、はいはい、まあ、日本だと例えば衆院選だと、まあ、1000万円とか自己負担というような額も出ているところなんですが、うん、はい、これ まずどういうふうにこういう多額のお金を集められますか。これはね、ネット献金がすごい盛んなんですね、アメリカは。ね、はい、それぞれ共和党と民主党はネット献金プラットフォームっていうのを持ってて、でそこに、はい、例えば携帯でクレジットカードとか、ね、自分の、ね、データ入れて、うん、そのアプリダウンロードしてやると、はい、もうすぐに、Google のバーみたいなやつが出てきて、うんうん、でそこに例えばじゃあハリスでもトランプでもいいんですけど入れると、はい、うん、献金できる画面が開かれて、で30とか書いてあるんですよ、うん、はい、でそこに30のところポチって押すとそれだけで献金できちゃう。でね、僕もやってみたんですね、はい、僕もやってみて、はい、をダウンロードして、これが噂の、ね、民主党の方はアクトブルーって言って、はい、共和党の方はウィネットって言うんですけど、はい、これが噂のアクトブルーかと思って、はい、で30って出てきて押してみたら、はい、あれ献金できちゃったんだけどと思って、大臣の僕でも献金できちゃって でもそれ違法なんですよ、はい、あ、それはで違法だから、はい、やべできちゃったどうしようと思って、はい、事務局の人にこうやってごめん外人だから金返してって言ったら、はいはい、すぐ返してくれたんですけど、そう返してくれたんだけれども、そのぐらい簡単にできるんですね、そのネット献金が。本当ですね、LINE スタンプ買うぐらい簡単にできますね。 でそれがね、どん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 2年ごとにアメリカ選挙なんですけど、どんどん倍増してってるんですよ。で今となってはネット献金がないと選挙ができない、というぐらいの、まあ、状況になっていて、だその流れ込んでくるお金も半端じゃないですよ。5000億とか7000億とかネット献金からこうどんどん入ってくるので、はい、そういう意味ではもうそれがないとできないですね。はい、じゃあ今回の選挙でも結構ネット金に使われた。あ、そうそうそう、片方で5000億とか7000億とかなんで、この2兆4000億円っていう資産がまあ、どこの分析機関ですか分かんないですけど、まあ、少なくともこの半分以上はネット献金だっていうことです、はい、うん、そもそもアメリカだと寄付文化がもともとあるからっていうような話も聞いたことあるんですけど、はい、やっぱりいやね、寄付文化はね、日本にもあるんですよ。日本にもあるんだけど、はい、政治家の人たちがなんかこうシャイなんですよ、日本は。シャイ、つまり、はい、ね、寄付文化って、なんで寄付文化っていう話になるかっていうと、はい、アメリカのその政治家のチラシは半分ぐらい、まあ、名前書いてあるんですけど、はい、名前とかね、政策とか書いてあって、で、はい、こんな政策やりますってちゃんと書いてあるんですよ。だから寄付してくれっていうチラシになってるんですね、うんうん、はい、日本のチラシっていうのは
今日も頑張るみたいな感じの、よくわかんないチラシじゃないですか、はい、お前何したいんだよみたいな ね、はい、そんなこと言われたって、はい、いやあなたの講演会の人以外応援しないよねそんなのみたいなね、はい、話なので、何をやったら何をやりたいから献金してくださいっていう、アメリカの場合は提案なんですよ。提案だから別に寄付をする文化があるとかじゃないんですね、そもそも、うん、そもそもそういう感じ で、ね、ちゃんと選挙やってるってことなんですよ。そうですよ ね、そして、はい、このお金があればこの主張もっと広げられますっていう、うん、そういうことをちゃんと議員が提案するっていう世界なんですね、はい、だから提案されなかったら多分アメリカ人も寄付しないですよ。そうですね。だし、うんうん、そのあとね、ただネット献金はちょっと違うところもあって、はい、ネット献金は好きなサッカーチームとか好きな野球チームに応援するのと同じような感じなんですよ。だから自分がいいと思ってるその発言をしたりするとすっごい集まったりとか、はい、でね、過激な発言をすればするほど集まるんですね、ネット献金は。だから、はい、まあ、そういう従来型のその、なんていうんですか、いわゆる、献金の文化とこのネット献金の過激なことを言って集まる文化っていう2つあるって感じですかね、うんうんうん、そっか、なるほど、うん、そこはじゃあちょっと気をつけなきゃいけないところもあるというところだと思うんですけど、ちなみにですね、スーパーパックという制度があったりっていうのを聞いたことがあるんですが、はいはいはい、うん、これどういう制度？まあ、これはね、要は日本でいうところの確認団体みたいなね、はい、まあ、日本でいうところの確認団体って言っても分かんないと思うんですよね、見てる人はね。要は、はい、選挙戦、首長選挙とかになると謎のシルエットのマークのチラシとか見たことないですか？はい、そうですね、写真は載ってないんですけれども、ちょっとその人を連想させるような写真を使います。そうそうそう、はい、それがスーパーパックだと思ってもらえばいいですよ。つまりそういう、はい、お金突っ込んで広告とかをバンバン打ちまくるような団体っていうのが うん、スーパーパックです、はい、これ今日は献金額だと1人当たり上限があるんでしたっけ、うんうん、まあ、あるけど、うん、そんなに気にしないですね、はいはい、いくらでも逃れる方法はあるということですね、と思うので、それに関していくと、はい、なるほどなるほど、うん、はい、なんで今回はイーロン・マスクさん、X の、うん、はい、方も、うん、巨大金融話題になりましたけれども、うん、まあ、やっぱりそういうお金持ちな方が献金するというイメージなんですか？うん、いや、だそれも結局その金持ちが献金するって目立つからそうなるんですけど、はい、そういう団体も小口の献金を集めてたりするので、まあ、どっちもやるっていうのがベースじゃないですか。じゃあ本当にまあ広く浸透してるというか、そうそうそう、本当に手軽にできるし、うん、はい、例えばそういうね、金持ちがやったりとか企業が、ね、うん、事実上やったりとか公務所の献金がやったりとか、あと民主党側だったら労働組合とか、はいはい、がやったり環境団体がやったり、うん、まあ、そういうようないろんな人たちが、まあ、政治的にお金出して自分たちの広告をやるためのものだっていうふうに考えてもらった方がいいので、あ、はい、だからそれはね、なんかよく諸悪の根源みたいな感じになってるんですけど、うん、僕はやった方がいいと思うんですよ、はい、それ、はいはいはい、そのじゃないと政策なんだか分かんないじゃないですか、うん、ですね、みんなね、はい、と思います、うん、そうなんです。で今一番大事な使い道のところが今まさに広告にも使われているという話なんですが、はいはい、やっぱり広告が一番多いっていう、ね、そうですね、広告ですね、はい、だから我々はこんな政策推進してますと、はい、ほんでこれにかなうのはこの候補者みたいなね、はい、話とか、なんとかっていう候補者は俺たちのこと潰そうとしてるみたいなキャンペーンでどっちでもいいんですけど、そういうのをやるっていうことですね、はい、日本だとやっぱり政策広げるために、うん、まあ、今やっとネットも使われ始めましたけど、うん、まあ、今までだとチラシとか街頭演説とかでしたけど、うん、アメリカの選挙ってどういうふうに、アメリカの選挙は街頭演説は、ね、ないんですよ。ない、そのね、銃社会だから街頭演説するなんては多分命知らずなので、はい、でね、まあ、一瞬でやられちゃうと思いますよ、はい、だからね、僕はね、日本も街頭演説やめた方がいいと思ってるんですよ、うん、もういい加減にしようよと思って、はいはい、別に安全じゃないんだからさっていう、うん、そんなね、マッチョイズムで、ね、やってらんないんですよ。だって、うん、あれだけね、会場の周りとかをきちんと警備固めたとしても、うん、トランプさん今回狙撃されてるじゃないですか。そうですね、ああいうの発生するわけで、街頭演説なんてない、うん、だからそういう意味では集会とピンポンと広告っていう、はい、まあ、そんな感じじゃないですかね。でね、街頭演説がなくなってすごくいいことでもあって、街頭演説がなくなるってことは箱物中心になってくるんですね、うん、箱物ってなんかね、人集めて発する、はい、建物の中でですね、中心になっていて、はい、そうするとね、はい、政治家は中身のあることを言わなきゃいけなくなるんですよ。
確かにそうですよね。どんな人が集まってんのかなっていうのを事前に調べて、はい、その人たちの要望っていうか、まあ、そのそれに応えるようなことを言わなきゃいけなくなるんですね、うん、これって賢い人が政治家になるって話だから、そのね、今みたいに日本の街頭にですね、はい、朝30秒ぐらいで、まあ、東京だと通り過ぎていく人たちに、はい、どうせ30秒とか1秒1分だからね、うん、名前しか覚えられないから名前の連呼でいいんだみたいなね、名前の連呼キャッチフレーズ、ね、あとは、はい、あのわけわかんないさ、はい、田舎に行くとさ十字路のところでさ立ってずっと手振ってるみたいなね、ああいうアホみたいなことはもうやめた方がよくって、その箱物中心にしてちゃんと話をして、はい、でうまくいったら献金も集まるみたいなね、うんうん、そういうちゃんとした政治やった方がいいと思いますけど、はい、日本もね、はい、そうですね、確かにあのちょっとお金かかるとね何やってんだって言われちゃうんですけど、やっぱりちゃんとその政策、実現したい政策を伝えて、うん、でそれに対して、うん、まあその対価を払うと、まあ、投票だったりとか、ね、まあ、そういうのがないとシンクタンクも出来上がっていかないから政策もないんですよね、はいはい、なんかね日本の政治家の人たちはいろんなこと言ってますけど、ほとんど役人が考えてるんだから、与党も野党も、はい、だからそんなね、政治の文化っていうのはダメだよねっていう、だからそこはアメリカをもっと参考にしていろんな価値観のシンクタンクがあって、はい、そういうところの意見を取りながら、あの政治家もきちんと有権者のコミュニケーションしてやっていくっていう、うん、でそこにはお金っていうのはちゃんと触媒として、はい、存在してると。でお金が汚いとか言っててもね、全然ね、そんなこと言ってたら政治が力持てないので、うん、はい、全然役所に対抗できないでしょ、はい、だから、はい、自分たちの代表をちゃんと強くするっていう文化は持った方がいいと思いますね、はい、はい、ありがとうございます。でちょっと広告の話もぜひ伺えればと思ってまして、はい、どういう広告を打つことが多いですか。ネガキャン、あ、ネガキャンが多い、ネガキャン、ネガキャンですよ。つまり相手の広告はダメみたいな、そうなんですね、はい、そういう国ですよ。僕がその共和党の選挙の学校に行った時にですね、はい、まあ、前回もちょっと話したキャンペーンマネージャーコースっていう選対本部長コースなんですけど、はい、座学で選挙を習えるっていうね、すごい便利な、うん、そうですけどね、画期的な、第1回目の授業はね、ネガキャンの打ち方だったもん。第1回目が第1回目がまずそこを覚えたと。で最後の授業がネガキャンの対処の仕方っていう、へー、あ、その ね, あのそのぐらいネガキャンっていうのは大好きな人たちなんですね、はい、文化として。まあ、ちゃんとファクトに基づかなきゃダメだとかいろんなのあるんですけども、そうそう、いかに相手 の, その問題点っていうのをきちんと指摘をするかというのも一つ の, その選挙文化ではあるんですね、アメリカの場合は、うん、はい、でも討論にはそういう視点が必要ですもんね、多分ね、その相手の足りないところをちゃんと追求すると、うん、そうですね、はい、なるほど、それがまあ大規模に、まあ、そうするとそのまあ功罪の罪たる部分としては結構分断煽っちゃうっていうようなところがやっぱり出てくる、うん、でもね、分断煽っちゃうっていうのもみんな価値観がしっかりして自分が求めてるものがはっきり分かるってことだから、それはそれかなっていうふうに思ってですね、うんうん、逆に分断がない社会っていうのはなんかあれですかって、北朝鮮とかですかっていう話になっちゃうので、全員同じ意見ですみたいなね、そっちはそっちで問題じゃないかなと思ってるので、はい、うん、あ、なるほど。じゃあ今の、まあ、アメリカのところでは結構その、うん、まあ、お金集める仕組みも出来上がっているし、それを使うための、はい、まあ、使い方とか、うん、本当にスタッフの方から、はい、まあ、有権者の方まで結構 、うん、そのあたりは充実してる感じなんですか。まあ、そうですね、だそういう意味では選挙っていうのは一つの産業として、もう選挙の、ね、政策作り も一つの産業として成り立っているので、そういう意味ではその層は充実してますよね。だワシントン DC とかね、完全にその政治都市なんですよ、はい、で政治都市って言っても日本の永田町とかね、霞が関とかああいう感じじゃなくって、まあ、世界中の情報が集まって、うん、その政治とその情報っていうものの価値ってすごく重視されてる、うんうん、ところなので、ああいうものがないとやっぱり世界的な、ね、リーダーというか政治をやるっていうのは不可能だろうなというふうに思うので、まあ、日本もねこれからまあ厳しい時代になっていくと思うんですけど、そういう情報力っていうものをこの中心地が持たないとダメだなっていうのは思いますよね。そうですね、はい、うん、はい、ありがとうございます、はいはい、今日は基礎講座を教養的なところで、はいはいはい、では本日の動画以上になります、はい、ぜひ高評価チャンネル登録そしてコメントお寄せください。本日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。
配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して批判ゼロ、政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか。アメリカで共和党の場合はより対中国っていうのは鮮明なんですよ。だからインド太平洋地域にそのウクライナの辺にね、であるとか中東の辺であるとかそういうところからにリソース割いてるのを、総裁選あったじゃないですか日本のね、はい、で直後に、高市さんっていうのはどんな人なんだみたいなね、はい、問い合わせっていうのは、はい、結構あったかなって、そうですか、思います。これはまあ共和党の保守派だけじゃなくてマガっていう、まあそのね、よりトランプに近い人たちからもあったし、